ウジェーヌ・スクリーブ、オギュスタン・ウジェーヌ・スクリーブ、オーガスタイン・ユー・ジン・スクリーブ、1791年12月24日から1861年2月20日は19世紀に活躍したフランスの劇作家、小説家、オペラ台本作家である。舞台劇の分野では綿密に練られたプロットによる儀曲を数多く著作、上演したことで知られる。またオペラでは、 多くの著名な台本を表したことで今日でもなお、残す。絹商人の息子として、パリに生まれる。幼い頃に両親を亡くした者の相応のイサムへ、また巧妙な弁護士の護もあって、法律家となるべく高等教育を受ける。しかし本人はむしろ演劇に関心を持っており、1810年頃から、バリエケザのためにボードビル、歌、音楽、舞踊、 曲芸など様々な要素を含んだ喜劇の脚本を書き始めた。1813年からは、パリ、オペライコールコミックザーのためのオペラ台本を手掛けるようになる。はじめ特段の成功は得られなかったが、1815年、シャルル・ドレスルイコール、ポアルソンとの共作になる、国民軍の一、ウネ・ニュー・ウィー・デー・エル・エニャルド・ナスヤナルを発表し、一躍花形二曲家との評価を得た。 特に1820年にドレスルイコールポワルソンが新たな劇場ジムナーズ座の運営を始めるとスクリーブは銅座の専属ボードビル脚本家となり多くの脚本を書いた1815年から1830年までのボードビル作品は総数150本以上という一方コメディフランセーズでの演劇オペラ座やオペライコールコミック座などへのオペラ台本でも オードビル以外の目は、この専属契約の範疇外であったため、多くの作品を提供した。スクリーブは、多くの場合、複数の制作者と共同で仕事を行った。あるものは、歴史上の物語からテーマを見出し、別のものは、ストーリーの骨格を組み立て、また別のものは、時代交渉、あるいはジョークを、担当、といった具合で、それは一種の制作工房の様相だった。 この制作過程を経ることで物語の下敷きとなる文芸作品あるいは史実は存在するにせよ完成作品はオリジナルなものとなったあるいはそのように錯覚させることができたスクリーブはこの方法で40年間に244本のボードビル95本のオペラコミック喜悲劇合わせて47本の擬曲28本のオペラ台本 そして9本のバレエ台本を表した。スクリーブは、オペラ台本、リブレットにおいては作曲家と同額の報酬を要求し、また劇あるいはオペラで、工業収入に比例した利益分与を主張するなど、金銭面にも積極的であった。1829年には、あらゆるジャンルのフランス人劇作家及び、オペラ作曲家を集合した組織、劇作家、作曲家協会、 ソーシティ・でオターズへコンザターズ・デラマティックス設立の中心となり、これまで文筆業に比べて著作権保護の恩恵によくしていなかった舞台芸術関係者の権利保護に寄与したが、これとても最大の受益者はもちろんスクリーブ本人であっただろう。こうして、個人資産は1810年の3890フランから1844年には300万フランに膨れ上がったとも言う。 スクリーブは、いわゆる、メインカルチャーの人々からは常に、売分業者的な見方をされていたが、これは、ボードビルというサブカルチャーに対する別視、スクリーブの多作ぶりに対するやゆ、その経済的成功に対する嫉妬などの入り混じった批判だったと考えられている。実際、舞台芸術におけるその絶大な影響力から、1834年に、彼は、 アカデミーフランセーズにも迎え入れられたのである。もっともこの会員選出時にも、反対者はスクリーブが共同執筆を常としていたことから、会員の椅子、フォートルではなく大勢の座れるベンチ、バンクが必要だろうと皮肉ったという。スクリーブはまた数編の小説も表し、存命中には人気があった。その下チレアによって、アドリアーナアルクブルール、1902年初演として、 オペラ化された、アドリエンヌ・ルクブルール1849年などを、除けば、今日では忘れ去られたものが多い。スクリーブは1861年に、パリで他界した。その後彼の擬曲やボードビルは、表舞台から姿を消し、もっぱらオペラの台本作者として、またオペラ座、パレガルに絵に面する街路、スクリーブリ、リュスクリーブにその名を残している。 スクリーブの確立した一連の舞台劇の様式は、ピース・ビー・アン・フェット、語儀は、うまく作られた作品、英語でもウェルメイド・プレイ、ウェル、メイド・プレイというと称された。多くは史実を題材にとり、また、舞台美術上は、綿密な時代交渉を経て、絢爛豪華に舞台化されるので、ストーリー自体も歴史に忠実に基づいているように、観客は誤解したが、 実際はそういった題材もドラマ展開に都合を合わせて大胆に改変、省略されていることもしばしばだった。スクリーブの劇では登場人物の内面的個性の発揮、人格の成長といった深遠なものは望むべくもないが、結末は観客の既存道徳観念に対して常に予定調和的であり、気度せにを払った分の満足は得ることができた。 19世紀前半パリでの舞台劇及びオペラの中心となる観客層は宗教的教訓や歴史的厳密性には無頓着な1日の娯楽を求めに劇場に足を運ぶ新興ブルジョア層でありスクリーブの作劇は彼らの需要にまさにマッチしていたのであるスクリーブ自身1836年のアカデミーフランセーズ会員就任演説 前任シャールノールの追悼演説を兼ねるで、人々が劇場に赴くのは、指導を仰ぐためでも構成を目指すためでもなく、息抜きと娯楽のためである。そして、娯楽のために必要なのは、真実ではなく、フィクションである。日々のサジは人々を喜ばせない。日常目にすることのない特別なもの、ロマンティックなものこそが人々を魅了すると述べている。スクリーブの 娯楽に適した台本を作る才能は、オペラの分野でも遺憾なく発揮され、19世紀前半パリでの支配的なオペラ様式、グランドオペラにとって彼は不可欠の存在となった。歴史的背景は、ある程度抑えつつ、ドラマとしての面白みを史実に優先させるという、舞台劇の項で指摘した彼の、あるいは、彼のチームの特質はここでも例えばオベールに書いた。 キスターブ三世で見ることができる。1792年のスウェーデン国王グスタフ三世の暗殺はもちろん史実である。スクリーブはこれに暗殺犯、アンカーストロム伯爵の妻と国王,王との道ならぬ恋というイクションを織り交ぜて面白いドラマに仕立てている。また同じオベール、ポロティーチの推し娘台本では1647年のナポリにおける スペイン人支配層に対する住民の反乱と1631年のベスビオ火山の大噴火という二つの史実が都合よく同一時点枯れている。オペラ座における上演では最終幕で舞台後継の火山が実際に花火仕掛けで噴火し流れ出た溶岩が舞台全面を覆うというスペクタクルをシセリト・ダゲールが演出し大評判となった。 スクリーブの仕事はオペラ作曲家に台本を渡して一見落着ではなかった。舞台感覚に引いてた彼はリハーサルを厳しく監督したばかりか、初演での観客の反応次第では台本のみならず音楽面にも大規模な手直しを入れさせることを意図はなかった。マイアベアは悪魔のロベールの初演後、スクリーブに多くの箇所の修正を命じられている。この厳格な 品質管理によって、スクリーブ台本のオペラは、レイヤの大入り満員が得られたのだとも言える。作曲家別。カッコ内は、初演年。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。